柴田酒造場は、愛知県岡崎市に本社を置く、清酒を製造、販売する日本の酒造メーカー。代表商品は、河野市。1830年、庄屋で地主でもあった柴田金目えも門のが余剰米を用いて酒を作り、それを売り出したことに始まる。ぬかた地区における江戸機種醸造業は、宮崎に2軒、下山に1軒あった。 そのうち近代まで続いたのは下山の柴竹一軒のみであった。明治初期の生産校は600国で四都村、一都村、五小村等に詰め、入馬社で岡崎、大沼、作種形屋に出荷した。1906年、柴田平九郎、柴田政二郎、高木田浅次郎、柴田直吉の4名が山保護司会社を設立し、 柴田家の酒醸造の事業を引き継いだ。九百二十二年、安久に戻った柴田製造が、同社の権利を受け継ぎ、署名、河野氏を登録し、生産校三百国で経営を始めた。本社の所在地である、安久町人水の人水は、寒水と読む。長野県赤石山脈から下たり集積されて湧き出る、地下水は、極めて稀な軟水で、自然のままに、 仕込み水として生かしている。2011年11月7日、第60回名古屋国税局種類鑑評会において、銀醸酒純米酒本醸造酒の3部門すべてで優等賞を受賞した。2017年4月9日、新しい仕込み蔵の蔵開きが行われた。年間生産量は一升瓶約6万本分。2020年、本社内に、 クラカフェ1号を期間限定で開いた。2021年8月9日、クラカフェ1号がリニューアルオープン。ありがとうございます。